どうもトレスインフィニティです。今日は魔女裁判が行われた魔女の町に、ソラ、真珠ちゃん、キノコの女子メンバーでいきたいと思います。私たちはソラです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。真珠ちゃん、猫のカチューシャです。真っ黒です。綺麗です。なんだろう、あといつものピンです。キノコはこのカチューシャ紫色のやつ。わかりやすい。それで私はこれやってるからわかりやすいよ。おお、私忘れてきたそれ。この回カチューシャあるし、目印になるでしょ。多分私が一番目立つと思う。なぜなら帽子かぶるから。あら。私今日の靴下。今のオリジナルのやつさ、私、ね、あの魔女だからすごい。うんにゃにゃにゃ。私に合ってると思う。じゃあ、現地でまた会いましょう。あとお洋服、お洋服。あ、そうそう。兄弟で白鳥で。じゃあバイバー。じゃあバイバイ。バスに乗り込むらしい。それじゃあ、そう、ちょっとね、ちょっと撮った。バスに乗ってます。とてもテンションが低いです。あー。いやー、真珠ちゃん。どうも、キノコです。ソラです。これ食べるんですよ。キノコ、合わせてノコノコ、キノコノコ。私入ってなくね。キノコノコノコ、キノコノコ、合わせてノコノコ、キノコノコ。ソノコ。ソラ、ソララ、ソラ、ソラ巻き髪、ソラ、ソラ巻き髪、ソラ、あてす。ソラ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 これすごくない？空とトラがもともと似てるから間違いやすいというか、あら聞こえにくい、聞き取りにくいから、あのキノコがトラって言ってて、私もええ空って間違えたみたい。そうそう、そこ結構ね間違いやすいけん、うん、結構光るんだよね、キラリラリ、分かりにくいかな、ギリ分かるかな、あうん、まあまあキラキラしてる。マニキュアがハゲてきてる。私はこれがちょっとね、うわなんかキングです。もうちょっとここ持ってきたらしい。マニキュアがハゲてきてます。で今魔女の町に向かってるわけですが、その魔女の町の詳細な説明をどうぞ。わかんない。昔なんか魔女裁判が起こったとかいう、魔女裁判が行われた、魔女っていう疑いをかけられた人60人ぐらいで、なんか20人が処刑されたって。魔女だって言ったら処刑されるということ裁判で、魔女かって聞かれて、はい魔女ですみたいな感じで答えたら処刑されるらしい。ああ、何してんだろう、それはちょっとよくわからないけど、昔は魔女がいるって信じてたらしいからね。今からサファリで調べてみます。じゃあちょっと待っててください。サファリで調べた結果、理解はしました。まあなんかたくさんの人がね、残酷ですね、拷問とかされたりしてらしいですよ。魔女てか、マジなんているわけないでしょ。昔は信じてたからね。昔はフィクションめっちゃ信じてんでしょうね。ソラはサンタどう思う？え？サンタクロース。昔はめっちゃ信じてた。だけど今ちょっと、ノリノリじゃないのかなってめっちゃ疑い始めてる。真珠ちゃんは？あんな、人の気持ち読めないからね。サンタクロースね。これを見てる夢がある子供のみんな、サンタはいません。はっ夢をぶち壊したいな。サンタは仮にいるとしてもプレゼントをくれるのはサンタではなくあなたたちの親です。言っちゃったやっぱりね。私ね、もうサンタ信じてない時にサンタのためにゼリーを用意して、本当に信じなかったらそれは検証としてね、うん、でコポンとみかんとね、うん、
ゼリー3個ぐらいお皿に乗っけて検証として置いといた。検証としてね。その時はまた7時じゃなかったから、もう私何歳かな、小学2年ぐらいで。おーすごい。猫ちゃんおるよ、そこに。バイク乗ってる。あれじゃん、あれのあれ、あれの映画のあれ。おーほら、すごい、すごい、すごい。バイク、バイク。今バイク乗ってるよ。すごい、お化け屋敷みたいね。で、何だっけ、話の。あ、そう、ね、なんかなぜかサンタに。あ、そうで、検証した結果、ゼリーが一つなくなってました。で、あ、これはいないなって確信しましたね。なんで？確信した後、部屋を、お母さんの部屋を探しに行って、ところめっちゃいろいろ探して、どっかにゼリーがないか全部探したら、ラックの中にゼリーがありましたね。うん、そのゼリーが？ゼリーありましたよ。また同じものですよ。ピンク色のゼリーが、いちご味かなあれは。いちご味のゼリーが入ってましたよ、ママのバッグに。うん、はい。見て、あそこなんか赤いことが。あー、首吊り。あ、待って、綱渡りしてるじゃん、すごい。おーおーおー、見て、これ綱渡りだよ、ほら、綱が。なんかでも棒を、なんか紐に棒とかなんか出るとか。ほら、あの、ボーンってさ、綱渡りするじゃん。なんかこれもすごいよ。お、見て、結婚式してる、あの二人。お幸せに。すごいこれ。どんだけお金かけてるんだろう。なんでこんなことしてるんだろう。どんだけお金かけようとしてんだろう。やっぱり魔女の街だから気合い入れてんのは。うん、みんなが来るしからね、この辺は。大森さん。ちっちゃい子だったら怖くて怖くていけないんじゃないの。そうかな。これ結構。一瞬も遅いね。うん、早く着かないかな。ということで何でしたっけ。あ、サンタ。あ、そう。で、サンタがいないって確信したよ。で、小学2年生で、いないって思った理由は、で、北ぬいぐるみに、某トイメーカー、トイザラスと書いてありました。はい。それだけ？素晴らしい。トイザラス。トイザラスと足の裏に書いてありました、北ぬいぐるみ。サンタさんに犬をくださいって手紙出したら犬のぬいぐるみが来ました。あ、すごい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 。おお。さっきの家だけど。うわー、遊んでる。めっちゃ怖い遊びしてるじゃん。いいですか。絶対に子供は観覧しないでください、この動画を。はい、夢をぶっ壊されたくなければ観覧しないでください。はい、ピース。平和な未来にピース。お化けを、いや間違えた。名前なんだっけ。サンタを信じるミラクルボーイとかが。ミルクボーイマジカルガールたちを。この動画を持っている人は言わないでください。うん、見せないでくださいね。見せないでください、こんな動画。この人の夢を壊す。もしその子たちの夢を壊したいのでしたら見せてどうぞ。見せてどうぞ。もちろんどうぞ。それは歓迎いたします。てかこれ、大丈夫だよね。大丈夫大丈夫。ちゃんと大人向けに設定しとく。なんかにしてもさ、もうすごい季節外れなことを話してるね。今ハロウィンの話をするはずなのに。知ってた？サンタクロースってセントニコラウスが最初のあれだよ。セントニコラウスって誰？セントニコラウスがサンタクロースにいつの間にか変化しただけで、セントニコラウスが昔、これは多分事実だと思うんだけど、貧しい人たちに自分のコインをね、金貨を配ってたのよ、こっそりと。うん、こっそりとだったから、多分こっそりとね。それがなんかセントニコラウス、セントニコラウス、サンタクロースになったらしい。似てるでしょ、セントニコラウス、サンタクロース。うん、そうだね。うん、似てるんだよ。まあ、それが最初のあれだと言われています。サンタクロースは事実いるのかもしれないけど、どちらか寒い方のアイルランドかアイスランドかちょっと覚えてないけど、その辺にいる。お母さんは会ったことあるって、それで会いに行きたいって言ったんだけど。どうなんだろう。うちの親はね、サンタとテレパシーできるって言ってたよ。私はあの親は私の写真を毎日撮りまくって、それを親に、
くるじゃん。だから私の食べてる時とかめっちゃ写真撮ってくるし、私のテレビ見てる時もめっちゃ写真撮ってくるし、私のトラと遊んでる時も全部写真撮ってくる。どんな遊びしてんの？ね、トラのことを抱っこしてギューってやって一緒にタタカターンってやってる。今でもやってるの？やってるよ、ずっと。飽きない？弟と遊ぶの。うん、飽きないよ。トラは本当に可愛い。トラくんは。トラは天使だよね。トラくんは天使です。エンジェル。トラくんの二つ名はエンジェルだからね。今の期間限定のやつも天使だからね。そう。そう、アイコン今変えてるけど、ハロウィン風にね。期間限定でした、あれ。すぐ消えちゃうから早く見ないと。でも、またハロウィン時期になったら、出すの？それとも新しく変えるの？そうだな、まあ私の画力もまた上がってると思うから、そこまでね、画力は上がって、ま、なんか花壇にいて可愛い。あれいいね、パンプキンが可愛い。あれあれ無人じゃない？あ、いや、あれ運転されてないのか、あれ止まってんのか。いや、無人の車が走ってんの。あ、ほんとだほんとだ、綺麗、かわいい。ここが止まったら猫違うよ。えどこ、わからない。あー、あー、見て、かわいい猫ちゃん。バブヤ、でもあんまり可愛くないよ。ちょっと画面見てよ、ブサイクじゃないか。このえ、トラ君と比べてみ、どんだけトラ君がかわいいか。今もう、ね、思い知らされたね、みんな。トラ君がかわいさを。断然かわいいね。トラ君ちょっとたまに画面崩壊してるけど、あっちの方が画面崩壊してる。うわー、ちょっとかわいいって、トラが世界一だった。感動。ちょっと待ってね、あっちのやつ撮ってみよう。顔面がすごく、うわ、顔面キモ。ちょ申し訳ないですが、キモいです、正直。大丈夫、迷子になどなりません。待って、どこ、え、みんなどこ、ちょっと大丈夫、大丈夫、大丈夫じゃない、大丈夫よ、気づかれない、落ち着きなさい。若き少女たちよ。あなたも若き少女でしょうか。そのや、あ、パパがおった。あー、痛い痛い。早く離れて。あなたお姉さんだね。お姉さん。ひなこ姉さん。やだ。姉貴。やだ。あ、でも姉貴だな、私は。誰も、あの、ピタゴイラ、頑張れピタゴイラ18でも私は姉貴でしょ。はぁ。素敵。あ、待ってくれてた。あれ、18じゃないの？ 10… 待って、ジョーさんの待って、10… 違うよ、あれだ、まだ今さ、今さ、まだ違うね、私ほらあれでやってたね、あの18は出会うとこだから19だな、19。なるほど、皆さん、19をお楽しみに。見たところ結構普通の街っぽい。なんか行くよ。あ、ほんまや。これママ普通の街っぽいけど、どういうの？なんかマジ裁判が行われたところ。てか何のためにここ来たの？しかもなんかいろんな国の国旗あると思いきや、スロスの2つしかない。あ、ほんまや、裏に。あれがアメリカだね。あれはイタリア？日本はない。ピエン。イギリスはないのかな？なぜにイギリス？メキシコ近いよ。カナダは近いよ。カナダ超近い。渡ってしまって17秒だから。17秒って何？しっかくるこれはしっかあ、8、7、9、5、
アニメですよ。すごいな、仮装も多いな。アニメだよ。ゴミ箱しか映ってない。あ、親から離れない。今日の予定表になります。予定表というか、なんかこうショーがあるらしくて、それのあれですね。デビルズチェイズ、まあなんかロードレースですね多分。アメリカンウォッチャーズ and サムウェッチャー、あー、トレース。なんだろう、ミュージカル劇かなんかな。はい。ウェッチマーキャー、ウェッチマーキャー。マーケット、マーケットか。マーケット、カーニバルか、ショーだね、すごい。おぉ、いっぱいありますね。今何時だっけ？わかんない。昼だから見れそうなのはなんかあるよ、なんかれそうなの、これとか。6時はギリいると思う。遅いな、結構夜だね、この辺は。ギリの時期6時だから。昼、ここは一応空いてるっぽいけどね、このから6時までのやつ。11時までやってるやつ、すごいな。ホテルか。おお、なんか気合が入ってますな。分かるけど、そこまで興味ないかな。一応パブリックレストルームもあるんですけど、魔女仮装の人たちが多い。みんなウィッチの帽子かぶって。長いお、なんかあるぞ。なにこれ、昔まずだった人たちかなって。なんだ、うわ、なんかなんだあれ、猿がおる。ベリーバッグ、タバコの匂いがきつい。ロッカー、フレイラかな。たくさんのマグロ、シワを守る。かわいいです。おー、わ、手動いてる。パパ、あれ手動いとるよ。手動いとった今。ボブリ。同じのだ。チリで空の靴はミッドグリーンですよ。私は黄色、わら。www あー、笑いすぎて草生える。上から毛虫入ってきそうで怖いな。ちょっと低くない、このつい超低いんだけど、私の身長がだいたい
待って、この辺まであるな。低いよこれすごく。ただキノコだもん。いいだけじゃないの。ひどいな。ひどくないよ、褒めてるんだよ。背が高いってすごいいいことだよ。私はでもね、背高いとなんか、私まだ12じゃん。12なのにこんな身長高いと、もう中学生とかに間違えられたりするから。と、しんじちゃんが綿あめをゲットしました。綺麗な色だね。なんか本当に空としんじちゃん合わせた色みたい。もう動けるらしいんですけど、この場所って伝えれます？ちょっと、じゃあ食べましょうか。どうぞ。 Eat this。